はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュアご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら、バン、はい、出た、僕のヒーローアカデミア一番くじからマスターライズ、トドロキショート、はい、こちらやっと手に入りました。いや、まあ、あの金にね、糸目をつけなければすぐにでも手に入るんですけど、まあ、なるべく安く手に入れようと思って、まあ、やっと自分のね、ちょっと範囲内に入ったんで、ちょっと購入させていただきました。はい。C 賞ですね。はい。マスターライズ。はい。はい。まあ、今までね、デクとね、かっちゃんを、紹介させていただきましたが、まあ、あとね、ちょっと、まあ、紹介はしないんですが、まあ、ほぼね、原型が一緒でカラーが違うってだけの A 賞、はい、そちらももうすでに手に入れてはあります。はい、なのでね、これを買ったってことは、残すはホークスのみなんですよ。D 賞のホークスのみが、なかなか、やっぱり範囲内に入ってこないね。いやー、ちょっとお高い。あれが一番高い。はい。なので、もうちょっと先になりそうだな、ホークスは。なので、とりあえずね、今日は、この、C 賞のトドロキショート、こちらを、開封してご紹介していきたいと思います。では、早速、中身開けていきましょう。はい。一応ね、袋の状態。はい。補助パーツに、やっぱり、胴体はつながって1個になってますね。で、頭部に、プチプチが巻かれてますね。エアパッキン、はい、といった感じですね。はい、では、組み立てるまでもないか、はい、詳細をね、見ていきましょう。はい、ではね、細部まで見ていきたいと思います。ではね、こちらです。はい、めっちゃイケメンやな。すげえイケメンだぜ。このね、氷のエフェクトも、よくできてますね。うん、トゲトゲしてる。はい、うん、やっぱいいね。一応ね、分かりづらいですけど、一応シャドウが吹かれてますね。うん、はい、でブーツもね、はい、足の裏、いいね。このシワの造形もね、やっぱりこう自然な感じでいいですね。で、プロテクター、うん、はい、で、顔なんですが、とどろきのこのイケメンフェイスね、うん、目が左右で色が違う、通称オッドアイってやつですね、はい、で髪の毛もね、左右で違う、左髪が赤で右髪が白、はい、こういうオッドアイのキャラもね、好きなんですよね。目の色が違うっていう、はい、もうこの角度とか超かっこいいね。いや、イケメンだな、ほんとクールだよ。一緒だね、ほんとこのシリーズは。変に場所を取らないっていうんですかね、うん、飾る時にスペースを取らない、はい、そういう意味ではなかなかいいですね。やっぱり
ホークスだけがね横に広いんですよね。だからあれだけは飾るのに苦労しそうだけどな。うん、いやかっこいい。はい、ってな感じでね、一応ね、今回は、C 賞の轟をね、ご紹介させていただきました。はい、ということで、残るはねホークス一つ、はい、こちらのみになりますね。いやー手に入れられるのいつになるかな、まあ、なるべく早くね手に入れてご紹介できればなとは思うんですけれどもね、うん、まあ、いかんせんほんと高えよなあれいやくじ引きたかったな。それだけ楽屋もあれる。はい、ということでね、また、回転台座に乗せてお別れしたいと思います。はい、では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。